ビクトリア・ユングフラウは、スイス、ベルナー・オーバーラント地方の山岳リゾート地、インターラー県にある最高級ホテルである。正式名称は、ビクトリア・ユングフラウグランドホテルスパ。鉄道の駅がある、インターラー県ベストとインターラー県オストを結ぶ、インターラー県のメインストリート、ヘイベーグホーフグに面し、ホテル正面には広大な空き地ヘーマってフォーマットが、広がる。 創業は1856年で、当初はゲストハウス、ペンションビクトリアとしてスタート。その後、ダビネ・アンド・シュトゥーラーの設計により、ホテルビクトリアが建設された。隣接する位置に、ホテル・ユング・フラウが建てられたのは1885年で、1889年に2つのホテルを一体化し、ネオルネッサンス様式で改築された。ホテルの客室数は224。 館内のレストランラテラスは、ゴーミオで15ポイントを獲得。広さ5500平方メートルのビクトリアユングフラウスパには、プール、サウナ、スチームルーム、フィットネス設備などが揃っている。ありがとうございます。